いやプトプトやね。山だから止まる。でもそんな高い山じゃないんだけどね。はい。立川競輪では実況の方と米で交流できます。ほう、ああ、はい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 。私はね、最近も競輪とかもそういうのやりだしてますよね。でもはい、雨降ってないの？でもなぜかとても止まる。晴天だよ今天気。うん、近くに基地局がないんじゃない？競輪選手に注意。競輪？はい。はい。はい。もしかして晴天ですか？快晴ですよ。超快晴だよこれ。旅行してる気分。旅行してる気分だね。気持ちいいね。まあこれでさ、静岡市のご案内。はい。今ですね、ここはね、堀田山っていうところを通ってるみたい。はい。堀田山っていうところね、通ってるみたいです。はい。あ？風呂は行ってないから体中ベタベタだろ。いやほんとさ、さっき朝風呂400円であったから入ろうかなと思ったけどやめましたね。今日はねもうほんと早めにね切り上げよう。どうでしょうのようにね。静岡市は東西に山があって敵から守れる地形になってます。はい、ほんとそうだ。堀田山っていうね今ところを走ってるんだけど、ちなみに左に行ったらこれね、袋井市に出ます。はい、袋井はね左です。はい、さあ京都を出て350キロの地点に到着いたしました。イエーイ。京都を出て350キロ。日本一周したかったけど福島原発がここで。うん、あーねえ、うんうん、なので人間が住めるスペースが極めて少ないです。はあ、なるほどね。うん、いやでもさねえ、いつまでもさ後ろを向いてちゃいけないんだよ。さあじゃあということでねやっていこうと思います。はい、せーの。世界中を僕の涙で埋め尽くして。ゴジラゴジラ、静岡市は精霊都市ですが山ばかりです。うん、ここでスピード飛ばしても捕まらないんじゃない？事故るけど。わらわら、前いるんですよ。うるさいので歌うのやめてください。歌うの禁止かよ。じゃあジュース買ってくるわ、ちょっと喉乾いたし。静かな歌ならいいですか？ララ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 。ゴジラが核物質を吸収してくれればいいのに。そうですね、本当に。でもさ、なんていうのかな、その…お、ジュースばっかりガバガバ飲むからおしっこ行きたくなるんだよ。ん？小笠山運動競技場だって。こんなとこにあるんだね。はい、どこか全然わかんねえ。静岡市は面積の 90% は人間が住めない山間部です。延長しました。うん、ああ延長っすね。はい、追い越してみて。わらわら、なんで延長するからいいよ。
延長できた？延長完了。はい。延長完了。はい、延長です。今朝はいつに出発しましたか？朝の4時に出発しましたよ。朝の4時に出発してね、渋滞だとかね、ね、バッテリー不足だとかいろいろね経験してね、今やってるんですよ。はい、あれ、お、掛け交わしに入りました。掛け交わ、掛け交わ、はい、ここからね402号線に入ります。はい、で掛け交わ市街地からね、今度はね、何号線だったっけな、掛け交わ、40ね、2号線に入ります。原発って燃料入れるの年に4回だから燃料切れの心配がなくていいね。原発はね、はい、たださ、なんていうの、その再稼働反対っていうのがあるじゃんね。再稼働反対、再稼働反対っていうのがね、はい、お、やった、新たるい通るよ、大井川鉄道見れるよ。大井川鉄道乗っちゃう？大井川鉄道ねえ、 SL 今日走ってないか、大井川鉄道の、大井川鉄道見たいね、大井川鉄道、はい、ねえ、大井川鉄道ね、見たいっすね。この車は年に何回燃料入れますか？え、さっきも入れたよ燃料、はい、さっきも入れやしたよ私、はい。はある？え？栃木県通りますか？通りませんよ、はい。さあ、ね、こっち曲がっていくよ、はい。東武東上線が見たい。いや、東武東上線まだ先だから、はい。この車は空を飛びますか？飛びませんね、はい。今国道通っただろ。通ってねえよ今。この先1号線だったからね、旧道の方に来たんですよ。これが旧道だから大丈夫だよ。原子力車だといいね。昔ね、怒なの？え、怒ってないですけど別に、はい、怒ってないですけど、はい、ね、いつ見ても切れてるよね。イライラしないでください。いや、イライラしてないんですけど、はい、声張っちゃうからね。ひわくないですよ、はい、声張っちゃうんでね、ついついね。なんで声張っちゃうかっていうと、これが役者魂ってやつ、はいね、はい、よいしょ。役者？うん？何？誰か突っ込んであげてください。は？これに入りました。どこ行くんだこの道。うん、見えないよ。今日は運転中だからこのくらいにしといてやるよ。安全運転でな。はーい。はーい。はーい。このくらいにしといてやるよってなんだよってね。はい。
これ、ちょっと待ってよ、後ろ来てないな。よしよし、なんで来るかな後ろ。人がなんかしとるときとさ、めったに通らない通りなのにさ、もうプンプンですよ本当に。あ、でも昔の東海道、さっきも言ったけど、静岡市は天然の要塞だから進入するときは山道だよ。あ、なるほどね、はい。ちょっと待ってよ。あ、次のね、西掛川過ぎて大池ってところで右折しないといけないんだ。よしよし、次の大池ね。よし、大池、西掛川過ぎて大池か。よし、大池右折、大池右折。みんなも覚えておいてくださいね、はい、西掛川過ぎて大池を右折ですよ、はい、ね、止まってるわけではないんだ。だいぶラグあるな。大池右折、西掛川過ぎて大池右折、当番 S デイ終了。はいはい、何と。いやでもさ、結構疲れてきてるよこれ、私も。うん、今日はね、でもだいぶ疲れてきてますよ、はい。どう、声でもわかる？昨日と違う？自分でやっぱりさ、なんていうの、話してるだけだからなかなかわかんないんですけど、うん、息切れとため息が多い。あ、やっぱり業務放送、はい、当番 S デイ終了です。あ、はい、ここだ、ここ右折だ。ここを右折っすよ。また道間違えてちょっとリカバーに時間かかったな。まあいいか、なんとかなる、許容範囲だ。奈良橋さん、ずっと喋り続けるの疲れるから無理しないで。はいはいね、ただね、歌は歌えるんですよね、はい。なんでもできるはずだわ、そこにあるもので十問と。お待たせしました、10番線常磐線快速勝田行、まもなくドアが開きます。はい、クルーズ来た教えてねじゃあちょっとね、無言でね、こう運転しちゃうかもしれないけど、まあこれはね、
仕方ないということで、はい、ね、リスナーさん同士でもね盛り上がるなんていうこともあってもいいんじゃないかななんて思いますね。はい、業務放送当番、はい、ドア開放願います。これだよ、もう意外が、でもねこれね結構近道かもしれないの、もうね掛川駅近いんですよ、これ掛川ね。掛川、はい、そう掛川、はい、奈良橋さん、ここは東日本なので塩町乗り場ではなく番線ですよ。はい、あ、わかりました、塩町南か、OK、塩町南のね、方までね行きたいと思います。たださ、バッテリーがね、これどこまで持つかわかんないんですよね。当番、そうなんですね。番線じゃなくて、ほう、乗り場じゃなくて番線か。いよいよわけわかんなくなってきたな。ラグです。iPad 欲しいですね、3G か 4G のね、iPad あったらね。さあさあ、まもなく、右手側に掛川駅が出てきます。はい、まもなくね、右手側に掛川駅ですよ、みんな。ね、よいしょ、高知では1番乗り場、2番乗り場、そうですね、大体そうだよね。はい、あ、うん、あ、いいんだ、塩町南行かなくていいんだ、このまま直進37、 OKOK、うん、このまま直進だわ、よっしゃ、 OKOK、 今さらですが画質いいですよ。ぬるぬる動いてますし。動いてます。JR 東日本や東武では、1番線、2番線。統一してほしいよね。でもね、いつも思うんですけど、はい。鉄道界隈になるとね、あ、鉄道マニアの皆様、お待たせしました。いよいよですね、ここから東海道本線と並走いたします。掛川駅前を通過いたしまして、ね、塩町南の交差点を抜けますと、最初は右手側に東海道本線。が見えてまいります。はい、ね、いよいよね東海道本線と並走してですね、このままですね浜岡の方面へ向かっていきたいと思います。はい、浜岡原発のあるね浜岡の方面へ向かっていきます。はい、よいしょ、いやー、でもさ、やっぱりね、私も生主だからさ、投下しないといけないのと、あとですね薬飲まないといけないんだよ、花粉症の薬まだ飲んでないんですよ。高橋九ちゃんと並走してほしい。ふん、どうやって並走すんだよね。え、はい、ね、原発ってリスクあるな。リスクあるな、本当に。マジリスクだよ。うん、
まだ3つあるか。さあ出ました、お前崎23キロです。はい、で引っ張るな、誰だよ、よいしょ。掛川じゃなくて掛川。あ、掛川ね、はい、そうそう掛川ね、はい。さあ出てまいりました、塩町の交差点過ぎたよ。バン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 、汽笛精神橋を、はいよ、あが汽車は離れたり、あったごの山に入り残る、続きを旅路の友として。と言いつつ、ちょっとドリンク買います。はい。右は高輪線、千本桜。ドリンク買います。あ、そうだ、奈良橋さんに質問があります。掛川なら道の駅にでも立ち寄ったら。ハミマ、わこ、あれ、またファミマ？奈良橋さん、ファミマが好き。
メントサーバはいはい、はい、戻ってまいりましたよ。はい、あれ、待って、こっち更新するわ。一回今ここはオフ？うん、今ここつけてないです。今薬飲んだら続きを走ろうか。よいしょ。おか、いやーね、ほんと珍しくトイレ借りて買い物したか。しましたよ。はい、カーモンフママを、うん、奈良橋さん、ペヤング買ってきた。なんでペヤング？いや別にペヤングじゃなくてよかったから。別にね、はい、これでね、あのだいぶね、あれがマシになるんですよ。奈良橋さん、あと5分ほどで延長のお時間です。はい、今2分、52分だよね今。はい、ココスじゃないのか。いや、ココス行こうと思ったんですけどね。お薬の時間か。お薬ね、今違うの、あの花粉症の薬飲んどかないと喉が腫れて大変なことになるから。よっしゃ、はい、いや、高知でペヤング売ってますか？高知ペヤング売ってますよ。はい、うん、売ってますよ。関西ってないんじゃないの？じゃあ、ペヤングないの、北海道だけか。うん、秋キャンプでペヤング売ってますか？ん？いや、秋キャンプはどうか知らないけど、あの厳密に言うと厳密に言うとコンビニとかでね、仕入れちゃうんですよね。だから正しい販路なのかどうか。今日は天気良さそうでよかった。そうですね、天気良かったよね、本当に、うん、厳密に言うとね、あれなんですよね厳密に言うと関西では売ってないのかもしれないけど、コンビニとかはもう入れちゃってるじゃないですか。
だから最近ね、そういう垣根がなくなってきた感じですよね。うん。北海道は焼き弁あるからオッケー。焼きそば弁当も売ってるよね、各コンビニで。県民賞とかでほら最近言うじゃん、そういうのがあるよって言うからさ、その言ったらみんな欲しくなるから、その県民賞に合わせてブレイクするかもしれないからってコンビニがね入れちゃうんですよ、コンビニが。それで売れないのね、コンビニ定価だから。さあ、あと2分ほどでね、延長して出発しようかね、延長して出発しましょうか。じゃあそば弁当は社内でもたまにコンビニとかドラッグストアで売ってますね。そうでしょ、そう なっちゃうの。なんかね、こうやっぱりでもそれがさ、あの商売ってやつですよね。はい、ていうかもう迷惑メールうざすぎ、電圧変わるからさ電力不足になるんですよ。もう迷惑メールうざすぎっす。はい、何これっていうぐらいね来るよ迷惑メールが。本当に。東日本に来たらペヤングもチェック。チェックだよね。はい、さあもうすぐ出発ですよ。みんな準備は。車内暑いから水分補給こまめに。そうそう、だからね今いろは使ってきたの。やっぱりちょっとね水飲まないとね、やっぱりしんどくなってくるよね、辛くなってる。さっきのおっちゃんカメラ目線わら。焼きそば弁当どこで売ってる？ん？誰？さっきのおっちゃんって、え、カメラ目線だった？焼きそば弁当関東で、関西はね多分前売ってた、ただこのスープどうするんだって言ってね置いてる人が結構いたね。うん、生主か、生主か。よっしゃ行こう。さあじゃあ走るぜ。はい、しばらくねこの東海道本線を沿って走るから。はい、そうだね、水分大切。うん、で一回更新していこうか。